池田しおりです。こんにちは、渡辺です。今日は華やかに見えるアレンジやっていきたいと思います。はい、はい、前回に引き続き、前回と三つ編みのちょっと簡単なアレンジやったんですけど、それプラス今日はくるりんぱを加えて、ちょっと華やかに見えるお出かけとか、ね、でちょっとパーティー的なところにも使えるアレンジをやっていきたいと思いますので、よかったら皆さん参考にしてみてください。参考にしてください。はい、では動画スタート。ヘアオイルを使います。4滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。ブラシでなじませます。表面の部分をだいたいこのぐらいで取り分けます。3つに分けます。真ん中の髪の毛を右にまず持っていきます。右の髪の毛を真ん中に持ってきます。左の髪の毛を真ん中に持ってきます。右にある髪を真ん中に持ってきます。これを何度か繰り返していきます。半分ぐらいまで編んだらゴムで結びます。編んだ髪の毛は上に留めておきます。残りの髪の毛を後頭部下で一つにまとめてゴムで結びます。ゴムを少し下にずらして、真ん中に空洞を開けてくるりんぱします。上の髪の毛を下ろして、このくるりんぱの空洞の中に入れていきます。くるりんぱしたところをほぐしていきます。次に三つ編みをした部分をほぐしていきます。このぐらいボリューム感が出てたら OK です。軽くスプレーを振って毛羽立ちを抑えます。ゴムのところにヘアアクセをつけて完成です。はい、はい、こんな感じで華やかに仕上がりました、はい。今日はくるりんぱと三つ編みを、ミックスしてアレンジしたんですけど、その2つをすることによって、しっかり髪の毛がなるので崩れにくいのと、あと引き出すときに三つ編みのところを引き出せばいいっていうので、かなり分かりやすい、簡単かなって思います。まあ、前回もやったもんね、そうね。はい、ちょっと分かりづらい人は前回もちょっと引き出すところもやったら、より詳しく前回もやってるんで、それの今回は応用バージョンやってますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、ではまた次回の動画で会いましょう。さよなら。